スクラロースは人工甘味料の一つである。1976年にイギリスでテートライル社によって初頭を化学就職することで開発された。食品添加物として用いられ、INS 番号は955である。スクラロースは4、1、6トリクロロガラクトスクロースとも呼ばれ、その化学式は C12H19CL3O8 であり、 分子量は三百九十七点六四である。一パーセント水溶液の浸透圧は約二十五である。有機塩素化合物ながら、スクロースの分子構造に似ているために、水溶性が高く、摂氏二十度の水の場合、溶解度は二百八十三に達する。ある程度の熱安定性を持ち、さらに、水溶液中では、優れた耐酸性、耐熱性を示し、耐、 光性、長期保存安定性にも優れるため一般的な食品加工工程においては安定な物質であると認識されている。スクラロースは初頭の約600倍の甘みを持つ甘味料である。交換緑の甘味料として知られるサッカリンやステビアは寒能試験で苦味や渋みが指摘されるが、スクラロースにはそれがほとんどないとされる。またスクラロースはあと甘みで、 後引きがあり、初等に似た、まろやかな甘みと表現される。さらに、他の糖類や高甘味度の甘味料と併用すると、甘味度、甘味質とも増強する傾向があり、しばしば他の甘味料との併用で清涼飲料水や、アイスクリームなどに使用されている。また甘さを付与する以外の目的では、塚カを取り除くすなれ、塩のシャープな味を和らげる塩なれ。 豆乳などの豆臭の緩和、エタノールの刺激を緩和する作用などがある。微量添加することにより絡み、乳管、ボディ緩の増強効果がある。人はスクラロースに甘みを感じるが、初頭のように体内で炭水化物として消化、吸収されることはないため、生理的熱量はゼロである。また、スクラロース自身は、肥脂肪性で、虫歯の原因にならないことが報告されている。 スクラロースは、浸水性の化合物であり、スクラロース分子のままであれば、食物連鎖によって蓄積され、生物の縮が起こる、可能性は少ない。人がスクラロースを経口摂取しても、24時間後に、ほぼ100%が代謝、分解されることなく排泄されるため、血糖値にも影響を与えない。スクラロースは、初頭のヒドロキシ元のうち3つを、 選択的に塩素で置換することによって生産される。他には、ラフィノースの選択的塩素化による製法もある。スクラロースは1991年にカナダで食品への使用が初めて認可された。その後、米国食品医薬品局や欧州食品、安全機関をはじめとする各国の規制当局や FAO、風合同食品添加物専門家会議が販売されている。 2005年3月現在、世界80カ国以上で認可されていて、主要な認可国は次の通りである。マークインデックス、11スエディション、8854、ABCD ジマ正美監修、交換メドカンミリオスクラロースのすべて降臨、ISBN4 から771200173、大洋カミリオの利用法、E、ヘルスネット厚生労働省、 2011年7月7日、閲覧。なお、本文券の相対感度の数値に、約の記載はない。カロリーコントロールカウンシル、オールアバウトスクラロース、オールアバウトスクラローススクラロースの安全性、3A 言、FFI 株式会社、世界中で愛されるスクラロース。ありがとうございます。